はい、スクエスト8周年おめでとうございますということで、今日はですね、あの2年生限定のボックス会議をミューズということで、こちらの方をやっていきたいと思います。はい、衣装の方は、それは僕たちの奇跡の衣装ということで、今回は2年生のボックス勧誘ということになってます。はい、で狙いはね、もちろん海ちゃんの方を狙っていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで、こちらの絵柄になりますね。新しいイラストじゃないですかね。なんとかしてゲットしてほしい、したいところですけども、それでは、行きましょう。まずはね、チケット前回使い尽くしたのでもう1枚しかないんですけども、はい、で今回は全て、SR という非常に8周年らしい太っ腹な、ガチャなんですけども、はい、それではまず1回目いきましょう。ということで最初は全部SR ですかね。はい、まあ、これだけ SR が出ると新しい絵柄がね何枚か来てくれると嬉しいんですけども、はい、ということで、あ、ほのかちゃんだけ1枚、これは持ってなかったイラストのようです。はい、1枚来ました。それでは2回目いきます。はい、2回目も全部 SR ということになりました。小鳥ちゃんの、あ、海ちゃん来ましたね。はい、今のほのかちゃんこれ持ってなかったような気するんですけどね。はい、ということで2回目終わりました。2回目は、はい、小鳥ちゃんのこちらの絵柄初ゲットのようです。なんか他のゲームでなんか見たようなイラストなんで、持ってるかと思ったら持ってなかったようですね。そしてほのかちゃんのこちらのイラスト、はい、ゲットということになります。はい、それでは3回目いきます。まあいつもながらね、全部 SR というのが続いてますけども、まあ前回もねかなり海ちゃんの限定 UR 出すのにギリギリまでかかったんですけども、今回も結構苦しい戦いになりそうです。はい、小鳥ちゃんの、新規が来ました。はい、それでは次4回目ですね、いきます。さあこれも全部 SR、 全部 SR 以上な代わりに SSR とかもね数が少ないんですけども、いやいやなかなか厳しい引きが続いてますね。はい、ということでこれは全部持ってるものばかりでしたね。はい、それでは5回目ですかね。やっと SSR が1枚来ましたけども、いやー厳しいですね。はい、瞬く間にラプカストーンが消えていきますけども、ほのかちゃんの新規が1枚来ました。はい、秋らしいイラストですね。はい、それでは6回目ですかね。おっと、やっと1枚来ましたけども、これが限定 UR なのか。
SSR が3枚来ました。おっと、ラブアローシュート。ということで、そうですね、引き的には良かったんですけどね、ラブアローシュートが来ました。これ持ってるね、イラストな、あのカードなんですけども、はい、ちょっと限定 UR 来なかったので、ちょっとまた頑張ってラブカストーンを集めて続きやりたいと思います。はい、続きになります。ストーリーモードを今プレイして、なんとか、ラブカストーン50個以上貯めましたので、もう一回行きたいと思います。でもし出なければまたねゲームプレイして、出るまでねやるんですけども、はい、それは僕たちの奇跡の衣装を目指していきたいと思います。それでは行きます。残り33ですね。残されているのはもう UR1 枚のみということなんですけども、はい、ダメでしたということで、はい、新規の衣装はね結構来てたんですけどもダメでしたね。まあこの50個集めるの非常に大変なんですけども、ただもう残り22個なんでゴールは見えてるので、ライブアリーナとかねやりながら、進めていきたいと思います。それでは一旦ここで切ります。はい、あの後ライブアリーナとですね、スプリングレクリエーション、こちらの方を、駆使してなんとか、50個集めましたんで、もう一度行きたいと思います。それでは行きます。残り22枚なんですけども、そろそろ出てほしい来ました、よかったいやきつかったですね今回も。はい、ということで、もうなんとかね意地で、それは僕たちの奇跡の、海ちゃんゲットすることができました。いやー今回ほんと課金しようかと一瞬、あー嬉しい来ました。はい、まあ、新規のカード見ていきましょう。はい、小鳥ちゃんの、水着姿、そして、ほのかちゃんですね。まあ、たくさん引いたんですけども、持ってないカードね、いろいろゲットできたのは良かったかなと思います。はい、でこちらが、海ちゃんのカードということになります。効果の方は、こちらに記載の通りということになります。はい、こちらね、ちょうど今スマイル属性2年生で組み始めてきたので、この海ちゃん大活躍してくれると思います。はい、ということでこちらの絵柄ですね、もうこれ覚醒後の絵柄なのかなきっと。はい、ということで、今回非常にきついガチャでした。もうラブカストーンね0個になってしまったので、またね、0からのスタートということで、集めていきたいと思います。まあ、海ちゃんの誕生日、そしてこの8周年イベントということで、もうラブカストーン全て使い尽くしました。はい、でもまあこの海ちゃんのね、それは僕たちの奇跡の絵柄、まあ、なんとしても手に入れたかったので、ゲットできてよかったです。はい、ということで、今回のガチャ動画以上になります。もう最近ねなんか底引き近い、引きが続いてるんですけども、またですね、ガチャ引きましたら報告したいと思いますのでよろしくお願いします。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それではまた。